宮沢賢治と父政次郎でございます。賢治、ただいま帰りました。熱く心揺さぶる笑いと涙の家族の物語が誕生する。賢治の世話は私がする。じゃじゃ、明日から家業の修行さ励め。嫌です。え、俺はエマーソンやベルクソン、スルゲーネフやトルストイの本を読んで勉強しました。銀河鉄道の父。お二人初共演になったんですよね。あの、共演されていかがでしたか？最高です。最高です。まあ、もう元々もともと須田ファンでしたし、いつか一緒に、現場に立ちたいなと思ってまして、例えばまた宮沢賢治という役がやっぱりこう須田君以外には思いつかないぐらい須田君に合ってる役だなと思っていました。はい、そう言われていかがですか？もうそれ多いですよね。もう役所工事狂なんで僕も、はい、本当にこんな幸せな時間はないっていう感じでした。はい、で、まあ、宮沢賢治で成島組でなんで、はい、すごい楽しみでした。楽しかったですか、共演されてみて？楽しかったです、すごく。はい、ずっとそう喧嘩もしなくて。そうですね。楽しかった。はい、まあ、やっぱり、まあ、原作を読み込むことと脚本を読み込むことと、あとは今回はその方言ですね、花巻弁を、できるだけ、花巻の人たちに笑われないぐらいのレベルまで行きたいなと思いました。あとはですね、もうやっぱりこう自分で台本読んだり原作読んだりするだけではやっぱりダメで、現場に行ってこの家族たちの顔を見たりセリフを聞いたり、なんかそういうことをしながらこの政次郎という役がだん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 こう出来上がってきたような気がします。そうですね、今回結構やることがたくさんあったので、まあ、言葉もそうですしチェロもそうですし、あと書く、作業であったり、まあ、お経を唱える唱え方だったり、はい、いろいろさせていただきました。しかもチェロを、ね、今回トライされていたら、はい、全部、ね、弾かれてるっていうふうに聞きましたけれども、はい、どれぐらい練習されたんですか？どれぐらいでしたっけね。いや、結構やってましたよ ね、何ヶ月、何ヶ月か、うん、はい、やらせていただきました。で、またその最初は本当に指さえ動いていればいいぐらいなオファーだったんですけど、だんだん、あ、音鳴るんだみたいな、で、鳴るんなら音使いたいみたいな、生で使うんですかみたいな、でしたらだんだん、じゃあ音はもうできるから歌ってほしいみたいな、チェロの弾き語りですかみたいな。俺だからその初めて、あの、何ですか、現場ってその道録で音を取ることなんてまあないんですよ。やっぱお芝居しながらだと大変だし、うまくいくこともね、なかなか大変なんで、でまさかのそんなトライを今回させていただいて、はい、だからちゃんとサントラとかに載ってほしいですよね。確かに、はい、いや、すごいですね、本当に。だからご自身の音が使われてるっていうところですね。そう、チェロ須田雅樹って書いてほしいですよ ね、はい、ね、役所さん、それね、聞かれていかがでしたか？もうね、本読みの時はもうその頃もチェロを練習してたんで、もうヘトヘトの顔してましたね。でも本番の時はやっぱ見事だったんです。感動しました。この作品は親バカとバカ息子っていうところも一つのテーマにはなっているんですけれども、そこで皆さんご自身が自分バカだなと思ったエピソードを何かあればと思うんですけれども。小学校5年生の時にですね、ちょっとこう、まあ、ちょっと色気づく時ですかね。その時に運動会のためのマスゲームの練習があった、体育の時間に。ほんでこうみんなで手つないでマスゲームをやってるんですけど、こんなバカらしいことやりたくないなと思ったんですよね。で運動会もあんまりやりたくないなと思ってた。でちょうどその運動場にちっちゃな穴があって、それでちょっとグリッといったんですよ。で瞬間に、あ、これで運動会出なくて済むかもしれないと思って、それで痛いって言ったら、その担任の女の先生が病院に連れて行ってくれて、
ほんでレントゲン取られて、はあ、まあこれでバレるなと思ったら、ああひびが入ってますねって言われたんですよ。そんな大怪我だったんですか。そう、俺全然痛くなかったんですけどひびが入ってるって言われて、ほんですごいギブスされて、それで先生にこうおんぶされて家に送ってもらうとき本当にごめんなさいと思って、1ヶ月ぐらいですか、もう痒くて痒くて、そのギブスの中、そっか触れないから、ええ、あそれでなんと俺はバカだなと思いましたね中学1年生の時に、なんか理科の時間があったんですよ。で理科室っていつもの教室とはちょっと違 う, こう実験の部屋みたいな、で、まあ、僕も同じようになんかつまんないなと思ってたんですよ。でなんかその時なんかピンセットでなんかあのなんかこうしてるなんか顕微鏡で覗くみたいな授業 で, でピンセットをこうもだけは片手持ってこう授業をこう聞いてたんですよね。でこうカラ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 このピンセットの先が何かに当たるのが楽しくてこうカラ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 やってたらなんか引っかかるところがあって、あなんかここ引っかかるなと思って、あなんかここぴったりそうだなと思って、パッてやったらそこコンセントで、もう次の瞬間バーンってなんか爆発が起こって学校中が停電になりました。で5分後ぐらいにパッて明るくなって、あの押すなーと怒られて、で俺気づいたらなんか泣いててなんかこんなんなってでピンセットはこの世から消えました。はい、まあ、バカすぎますよね。ビリビリってなったってことですよね。と思ったなったんでしょうね。もう一瞬の出来事すぎてもうわけわかんなかったですけど、放心状態というか、だからその時にコンセントにピンセットを刺しちゃダメなんだなって学びました